いやすごい真っ白だよ。霧ですよ。すごい霧。さっきより白くなっちゃった、ね、じゃあ行きますよ。行きます。出発します。大雨です。もともと今日雨の予報だったの、うん、決して雨女のせいではないと思ったね。ピュー行ってきます。行ってきます。今日は北に向けていくよ。北に向かいます。まもなくトイレ休憩地点、海老名に到着します。到着します。到着しました。お疲れ様です。じゃあちょっとトイレ休憩してきます。出発します。いやー、海老名相変わらず混んでるな。うん、いい人だよ。TC4 車線もあるんだ。多いね。もうでかいもんな、ね、この近所は。久々の東京ですね。東京、東京。しました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。指導やらねば。これがないとさ、人間になっちゃうから。18個これが必需品だよ。指導してー。指導してー。指導してー。指導ただいまの時刻は11時55分。うちのものビール。それでは本日のラインナップを紹介いたします。店内手作りだし巻き卵200円の半額、ちくわ磯辺揚げ350円の品と100円、お刺身でも食べられる甘エビの唐揚げ209円の半額、ローストビーフサラダ348円の半額、ちくわとメンマ炒め340円の品、なんと100円、中かぶ漬け、たくあん、以上でございます。キリンラガービールと贅沢しぼりとなっております。それではレンチンしていきます。クールの磯辺揚げと甘い唐揚げ、これを食べます。ワット数は500ワットじゃないと食べちゃいます。はい、乾杯。お疲れ様。乾杯。バーディアル、なんとこのバーディアルがもう金パッケージになって値上げになったんだけど、旧パッケージの安いやつが2と代用に売ったんで買い占めちゃいました。味違うのかな。飲み比べできるね。飲み比べできちょっと困る。これどこだ。うん。ふうやってたよ。こんなところで何を買っていくよ。リッティングしてよ。おやすみなさい。おはようございます。ただいま8時です。ただいまいちごの里よしみです。いちごの里よしみです。行くぞ。いちごの里よしみさん、ありがとうございました。ありがとうございました。いちごの里よしみ。いちごの里なのにいちごも買わずにいません。白い家がそうだ、うん、人いるじゃん、うん、
案内を終了します。わ、並んでる。うわ、すごいね、これ。めっちゃ待ってんじゃん、うん、到着しました。受付しないとだよ、うん、なんかお名前を書いてって書いてあるね。50組になってる、ね、はい、遅い、今さら遅い。21番つい来ちゃいました、うん、来ちゃいました。21番目だっけ、うん、チャーシューがすごい肉の、3名に来ております。3名に来てます。もうすぐ順番です。あと5人、お待たせいたしました。三田から定食でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いらっしゃいませ。お待たせいたしました。完食してきました。いやー、お腹いっぱい。めっちゃお腹いっぱいな。すげー食欲でした、うちの嫁さん。腹ペコで行ったから完食しちゃいました。あ、まあ、美味しかったですね。美味しかった、うん、マスターの顔も見れました。マスターの顔も見れました。じゃあ次の目的地に向かいます。味のイサムさん、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。満腹食べました。ほとんどの方がお持ち帰りの容器を出すのは、こちらは完食です。完食しちゃいました。ありがとうございました。ありがとうございました。イサム、ごちそうさまでした。あんな人気店になっても接客とか結構ちゃんとしてた。奥さんすごい感じよかったです。豚の唐揚げ美味しかった。美味しかった。でもチャーハンの方がうまかった。これじゃん。これだ。これだった。お疲れ様でした。ここに来たかったんです。埼玉にあったんです。到着です。到着です。北海道クリーミーソフト。すごい桜。ロジャース。あ、入っていけんの？入っていけなそうじゃん。こっから入る感じだよな。ピーって書いてあるから。コインパーキングがなくなってた。ないね。なかった。まずいな。どうしよう。いや、なくなっちゃったんだ。参ったな。うん。